もう業者買ってくれ、肌もらえるわ。肌生える。もう20代男性の一生分の肌接しろおばした。さすげえ。こういうコーナーのチンパン筆頭はどうもこんにちはです。はい、そんなアマゾン出身からですね、今回やらせてもらうのが、これね、なんかイベントで、無料で車とか銃とかチケットとかね、アホほど手に入れれるイベントがもう開催されてるということでね、まあ、早速確認しましょう。バキバキに車をバチクソ手に入れる。そう、これ荒野お宝探し。は？金かかるじゃん。どうなってんだ。アイテムを手に入れるために金払えと。いつものガチャと同じじゃねえか。宝探しかっこ自腹。てか、やっぱ嵐の半島に巨大物資が襲いかかってるやんけ。だから嵐の半島がピンチなら俺が頑張らなきゃいけないでしょ。こっちダイヤだ。こっち行こうぜ。金魚つかなきゃ救えないような、もう一個の嵐の半島捨てていこう。シャオズを置いてきた。もう今回戦いについて殺すんないからな。こっち嵐の半島を救おう。で、これどうやってやるの。ダイヤ100万あるぞ。ここでつかなきゃいつ使うんだよ。全然銃チケットない。銃チケットと金の黒チケット狙っていこうか、これじゃん。めっちゃ安いね、桃太郎。しゃあ、これどうやってやるんだ。あ、選べるけ、神やんけ。よし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 。大体いらない。狙ったものだけ引けるガチャ、もうこんな確実な勝利やな。俺の8冠も浅尾が投げてる。約束された勝利よ。最終回岩下のスライダー、外スラでくるくるよ。これ高そうなチケットのさ、これ車選ぼうぜ。こんなんじゃなくてさ、こんな持ってないとかも選ぶ。料理必要。たくさんの見境妹よりも一人の見境じゃん。かぶった時に大量のさ、銃チケットの車とかもらおうぜ。上からジャッカルしてろぜ。ダメだ、ジャッカルの守備は超人的だ。この偉そうなのとは、猫スコ。猫が呼んでる。さっきから猫の声がすると思ったらお前だったか。オッケー、こんな感じでいいやろ。ある程度手に入ったら別のやつにしようぜ。痛恨の見逃し。というわけで今回のスーツはゴジラ。100万ダイヤ使ってこいつら出るまで引くわ。緊張します。ようやくダイヤを消費するチャンス。あ、全部の武士が生命を引き返した。命を取ったわ。サンキューだ。頭から包皮出てるけど。あれは無我の境地。こいつら命を取ると包皮出るタイプだ。分かった、覚えておくわ。この辺選んでみっか。これ多分一個の武士引いたらさっきの画面戻って、また別の銃で引く感じじゃん。限りなくうんこ。じゃんじゃん引いてこ。うんこじゃんじゃん引いてこ。あ、これ連続でここで引かないよ。ん？つまりどういうことだってばよ。日本語で OK。武士が死んだんだよ。俺の子供たちが死んだんですけど。誰で俺の子供たちの命を奪ったの。よし、一回だな。OK。え？死んだやつも一回やってないけど。引いたら引けなくなるんじゃないの、これ。システムが。誰か助けて。こんなシステム、難しいシステム想像してなかった。にゃんこ。来た来た来た。おっしゃ。いいんじゃない、調子。こいつ左だけ腕あるな、これ。左に自信に行け。サウスポー、左と南東派。え？めっちゃ確率やばないこれ。おぞましいの手に入った。先端短すぎてチラミ。チラミ。うわ、怖っ。うちの玄関のもの柱に飾ってるガーゴイルみたいな顔してるな。僕の家の玄関。いらねえ。これ多分一回出たやつは出ないやつだ。ボックスガチャだと見や。違いました。早速ダブル。おかしいおかしい、これちょっとシステム勘違いしてる俺。また物質で引っ越してるやんけ。ダーブルせっかく食らってるやんけ。あ、確率オッケーオッケー。車チケットもあるやん。目標概要ちょっと車チケット手に入れるまでしようぜ。こいついらねえもん。その代わりこのガチャの後ね、この金券のガチャ引くからさ、許して。でも言うといてや、ダブルやったらできひんやん。普通できる、言うといてや、できるやったら。これ毎回どっか選ぶが必要。選ぶのめんどくさい。確定申告がめんどくさいわ。ユニクロダウンシリーズ。いつか俺も西コルみたいなさ、ポロシャラ。これはひどすぎだ。ミドルチケットボードは。いつか俺も西コルみたいなさ、ポロシャツの胸にはユニクロの宣伝でかなかったとして、ウィンブルドンの試合するから。ジョコビッチとタイマーあるわ。多分あいつラケット出してると大幅に攻撃力下がるからよ。そこを俺のメラゾーンまでしまいよ。ラケット持ってたら勝てない。アジコング3人分ぐらいだね。そのためってもうタイマーじゃないからよ。もう3対1よ。コング計算で言えば3匹対1匹よ。なんか出た。赤月や。さすげや。まさかのキツアナコラボがあるとは。左リーサルウェポンにゃんこ。デビルの気が。またうちのガーゴイル逃げ出したんか。一点ここやめようか。ちょっとここ当たる気がしないよ。変えよう変えよう。ここだ。俺に任すとけ。くそ。お花たくさん。
花粉症の俺ブチギレなんだけど、花粉症以前にブチギレ。花がすげえ。今回の動画花マスターめっちゃさ、オッケーオッケー。サトシ左リーサル。サウスポーはいいってもあんなもん重い。左のワンポイントしか飛ばしないんだから。左。もういいって。みんなどこがいいと思う？わかった、オッケー。ここね。オッケーオッケー。今僕と同じとこ選んできたらね、僕と同じ思考持ってます。殺人犯と同じ思考持ってるから気をつけろ。よくあるよな、殺人犯と同じ思考のテストみたい。まさにそんな衝動が込み上げてきた。出すぎじゃない？左上邪魔。よし、ぶち切れ。これだけ重量方針だったよ。重量で引く付録でついてきてないか。チャオ5月号だろ。腹立つ。デビルの記号毎月付録でついてくるんだが、マジ小学館デビルの記号チャオの付録につけろよ。子供泣かそうぜ。やばい、俺が泣きそう。なんで招きにゃんこって。お前から来てるやんけ。こっちから招いたことは一生ないぞ。これ闇じゃない？もう業者買ってくれ、肌もらえるわ。肌生える。もう20代男性の一生分の肌接種量オーバーした。さすげえ。つまりどういうことだったよ。これ今日な、10代出たら赤月全集結しちゃうよ。なんで俺が赤月全員分の赤ミニクーパー用意しなきゃいけないんだ。働け、あいつら。里滅ぼす暇があったら働け。欲しけりゃ狂ってやる、働け。もういいって。もう記号でも何でもあらへんの。もう俺からしたらただの悪魔や。デビルよ。いつまでもいつまでもいつまでも。マッキーにそんな歌詞なかったっけ。マッキーみたいな歌詞が出てきた。俺の声マッキーが乗り移ったんだが、ウイルスやんけ。猫。鼻に囲まれて死んだみてえだ。デビルの記号。デビル。もうそんなダウンジャケット出たらもうジョコビッチとタイム張らなきゃいけなくなるだろ。ユニクロ代表としては。もうデビルの感情に関してはもう感情しちゃいました。もう探さないでください。怒りとか悲しみとかもう感情とかもないです。もう行くとこまで行ってしまいました。ふざけんのも大概せよ。ふざけんのも大概せよ。これ本当にふざけてる。なんだこいつら、煽り性能高すぎだろ。煽り性能高すぎ打ち通しや。あ、左手捕獲の名前入ってしまった。こらえ、猫来るフラグは来いよ、そういう時だけ猫よ。動画映えさせてくれや。話しか出ねえ。もうデビルメイクライよ。てかもう暗いよ。あれ、これ涙かな。なんかこれ確率まくってないか。車チケットがゼロ1個足りないだろ。死者購入したらゼロよ。もう人の一生分のダウンジャケットもらったら夏も着なきゃいけなくなるだろ。仲間だろうか。にゃんこデビル、やっぱお前らが俺の仲間だよ。俺と一緒にダウンジャケット王になろうぜ。もうデビルと聞こえたにゃんこは見飽きた。もう仲間でも何でもねえ。2体出てきた。サポートギター出てきた。昔のワンクやんけ。デビル2体出てきた。何これ、セットで売るのが入るな。完全抱き合わせ商法。これはひどい。今ならもう一台ついてくれ。こいつら思ったけどさ、もうレアアイテム全部ダイヤに変わってんじゃん。そんな歓迎サービスいらんよ。衣装チケットか車チケットかシンプルに現金くれ。うわっしゅきしょおら19持ってるやつ。でもめっちゃ嬉しい。なんだろこの気持ち。これが濃い。どんだけ使ったこれ。ワンピース並みに入手困難やんけ。マジ闇じゃない。30万台でチケット1枚。じゃあ早速3台でいきますか。正直仕上がって今あんまお金つけないけど許して。今の俺なら少ない回数でも紙引きできるから期待してて。車チケ引いた俺は違う。はいはいはい、全部車持ってないね。バカじゃん。どんだけ俺今まで引いてないんだよ。ほらもしか引いてこなかったからな。
とりあえずこの辺でよ。あ、パンダ持ってねえの俺。高橋よしの持ってないか俺。シャンシャン行こうぜ今回。あと車禁止かな。というわけで今回の説はこちら。パンダか車禁止系出るまで引く決勝します。さすがこの辺ダイヤになったら切れるわ。あれ今の金券の20引けるやん。確かに2回目割引だったもんね。やったぜ。だから探し大好き。イェイイェイ、ワーワーポーポー、かぶり物暴力。こんなかぶり物引っ越る。頭6つある人間なら羨ましいだろうけど、あいにこれは1つなんだね。足りねえじゃねえか。とりあえず180金券もらおう。どういう対応でしょう。お前が金券くれたみたいなになったじゃないか。俺が払ってんねん。もう20連目は紙引っ掛けてよ。かぶり物をね。これはひどい。夢に出るわ。せめてパンダ引くまで引こうぜ。1万かけ。相変わらず先や金券。女の子の高額バイトサイト、バンやらに俺が応募しなきゃいけなくなるじゃないか。俺に風俗嬢できるかな。え、引いちまったよ。え、高橋としてもサンキューな。どうすんだよ残りの4000金券。まあ引くよね。ここで引かなかったら男じゃねえよ。ガブリムルガチャ脱却しただけの成長、成長が見られるわ。オッケーオッケー。戦いながら成長している。恐ろしく速い人、俺じゃなきゃ見逃してるね。なんかズラガチャシフトしてないか。髪の毛増えてきてるんだが。発毛を実感した。ダイヤになった。金券がダイヤになって、ダイヤがダイヤだった。弱肉強食やな。上は食べることないんやこれ。かぶり物かぶっとろ。金券グッバイ。手がぴょ、車付き狙いをやめとけ。金券はダイヤに変わるだけだぞ。以上、コメントでした。チャンネル登録でした。ツイッターフォローでした。ご視聴ありがとうございました。ツイッターに検討参考にしてたので、ぜひツイッターフォローしてくださいね。